こうやるばっかりじゃなくて転換し、僕は要はいなくなるね、この線にいなく、足蹴り、そういうの、この次来るのは何、これ手離してポンで、この手は離せる手なの、いつでもね、彼はいつでも離せる。でこっちの手も本当は離せる、離してこう、それから持って蹴り、いろんなことが攻撃ね、次の持たれた瞬間持って待ってる人いないから、必ず次は何か引っ張り込んで蹴りでくるとか、引っ張り込んでこの手が入ってくるとか、引っ張り込んでこの手こバンってくるとか、そういうことですよね。でそういうのが来るんだってことが分かっててやってなきゃダメなわけ。持ってて、じゃあこの手をどうしましょうかってやってる意識がここに入っちゃってるとね、ここをなんとかコントロールしてなんかいいとこ取りたいと思ってるかもしれないけど、その前にやられちゃうんですよ。こうやってやった瞬間でこの手離してポカッってなっちゃうからね。こうやってやった瞬間に蹴りが来ちゃう。こうやってやってる瞬間にこの手外してポカッてこっちから入っちゃって、そういう風になっちゃうから、もろ手のこう、ね、だからここにいちゃいけない。ここにいて彼の想定通りの場所じゃないところに来たら移動しなきゃいけないわけ。こう来た瞬間にもう移動してんので、想定を外してなきゃいけない。彼の想定通りのところにいるとやられちゃうからっていうことが一番大事なこと、ね、この手をなんかうまくやって、この手をなんかうまくやって、こうやって転換してこうやってやろうっていうことを考えちゃいけないの。後のこと考えなきゃね。こううまくやってやろうと思ってる瞬間にもやられちゃうから、これ手外してポカッこうね来ちゃうから。で硬い稽古はそれでいいんですけど、だから今度はじゃあそういうこと考えてね、来たらもうすぐ線外してるね。彼の想定ここで来るのね。想定を外してもう最初から想定外してるって感じ。彼の意図通りに手を置いとかないの。見せて彼がよ、これ想定通りだ。想定をちょっと外してこう自分は姿勢正しくで次の手来ないようになるべくで、彼想定外れちゃうとちょっと固まっちゃうか、一歩緩めてからなんかやらないと次の手打てないの彼ね。想定外れちゃってっから、最初の想定がずれちゃってっから、でその瞬間になんかやるんですよ。こうやってそういうふうにやりたいわけ。こう来て想定外して、あ予定通りじゃないのね、彼にとってはですよ。そして自分は予定通り、必ず予定通りのとこ来るから、彼は必ず予定通りのとこ来るんですよね。だから僕は予定通りのところに置いとくんじゃなくて、僕は予定通り線をずらしてこうやるって、そういう話。彼は予定を外された、で僕は予定通り、そういう立場で稽古しないといけないと思うんですよね。だから来て僕は予定通り来たから、ほら彼僕の予定通り来たから姿勢を正してこういう形ね、そういう形やりたいんですよね。でもう一つね、こう今こうやりましたけど、いろんなやり方あります。こうやって入るとか、それからどうした、ね、線を何しろ外したいの、外してこうね、なんかこう片手だけ外すとか、想定を外して何しろ彼の予定を外すっていう、そういう稽古で、上から下、一番これ基本ですから、上から下、こう持たしたまま上から下、ね、じゃあそれを少しやります。こうやりますよね、と彼筋肉ここ2つ、こっちの内表の筋肉、これギュって入ってるのはすごいやりづらいの、これすごい強いの、これできないんですよ、これと競争しても。だからこの筋肉が入らないように、このギュッてこの筋肉が入らないようなところにやりたいわけ。だから線を外したらずっと伸ばしてるって、そうするとね筋肉が入らないの。こうところがこうやってやって こう曲がっちゃったらもうできないの、これ。だからこの手をこの筋肉抜かなきゃいけないの、この手とこの手、この筋肉だから、そのためには出した方がいいわけ。この線を出して、でこの筋肉が入らない状態、こうグッてこういうふうに入ってるんじゃなくて、こう伸ばした状態で、で落としたいのね。こうやってる暇ないように、こうやってる暇ないんですよね。グッてこう力入れる、グッて力入れる暇がない、彼はね。そういうところにこうやってやってきちゃったら、彼はギューってほら、この筋肉入っちゃった、このこっちはこの筋肉ね、この筋肉、これしたらもうできないんですよ、彼の方が強いから。
だこの線に出してこの筋肉入らないように、じゃあ下やりましょう。下も同じね、これだってね、こうやってこれ筋肉入っちゃったの、これできないの。だこの筋肉入んないところで、あ、ちょっと失敗ね、ちょっと失敗、これ片手、じゃあ片手でいこう。片手でこれ筋肉入っちゃうね、わかりやすいな。こうじゃなくて、出したらこの筋肉どうやって入れないで落としますか。出して筋肉曲げてない、曲がってこういう風にならない、こう出してここに落としたいわけ。筋肉入ってしまわないでしょ、こういうね。でこれもじゃあ両手で、もろ手で、もろ手はさっき言った通り最初にこっち持って、それからこうね、こうやってやったら、こうやってやったら何やってるのってボカッてやると終わりだから、最初にこっちで持って線外してね、線外してこう持ってくる感じ、そういう感じでねやってくださいね。そうそう、そして下ね、下こう来て下、じゃあちょっと下やりましょう。すごい難しくてね、サービス受け身じゃないとすごい難しいですよね。こうほら、ここでこうな、こう行く方向にこれ筋肉入っちゃうから、こう回してくると彼はこう体が回ってこうなっちゃうんですね。すごい難しい、こうで蹴り来て終わりっていう形になっちゃうから。でこういう場合、今ちょっと難しいことやりましたけど、こう来てんだったら上からのが楽、上からこう回ってきてこうやるとできます。で、一挙の形になるの。もろ手だからこの手外せますよ、外すこともできる、この手も外せる、蹴りも来る、そういう状態で線入ってくると彼はどうしようかな、次ど攻撃どうしようかなって考えてるの。どうしたいかな、外してこう、これこの手があるから、この手なかなか難しいよね。で足を一歩前、そうそう、それで何か攻撃していきたい。でそこの、その来る前にね、来る前に僕はこっち入ってるわけ。そうすると上からだとすごい楽。そうすると一挙の形になる。もろ手の一挙ね。こう来て、そう。こういうふうにね。こう出してきながら、ここに入ってくるのね。ここに入れる。こう来て、向こう。上。ここにいるから、彼。これこう変わってくると、ここに。彼、ここにいるんだよね。で、この手、効かないのね。これがあるから。でこういうふうに。じゃあ上一挙ね、上から一挙、この線ね、この線、これ動かしてないんですよ、ここね、ここね、ここで動かさないでもいいから、ここ動かさないでもいいから、相手の重心の中入って、それからこう手さばきじゃないから、手でやってるわけじゃないの、体さばきね、まっすぐ。でここまで来たら、ここまで来たら彼います。このまま出ます。手は別にやらなくてもいい、場所来ました、それから落としました、そういう感じね。じゃあちょっと上からもろ手で一気に終わったら、重心もらうの、ここをこう狙ってんの、こういうふうに狙ってんの、狙ってここもらったの、こうこうこう、そういう感じでの方がいいと思いますよ。あんまり手をだからね、この筋肉もそうだけど、筋肉にこういうふうに筋肉を入れさせない、彼の筋肉をこういうふうに入れさせない、筋肉強いから、相手の筋肉はだから、なるべくこれをこう出してくるって言って、この曲げる筋肉を使わせないようにしておいて、ここ重心、ここで、ほら筋肉入らないよね、これこうなってるんだもん。これ彼、これ筋肉使ったらどうなるかな、こう来たらほら曲げてきて、だからほらこうできちゃう、彼の筋肉に合わせてればね、上から、じゃあ今度同じように、じゃあここで抜きましょうか、とこうなっていきます。同じ動き、今度今は重心もらったのね、で同じなんですけど、こういう状態から向こう抜いてくるの、とこうなってるね、こうやってからは取れない、持ってて、うん、マックスだったら取れるの、こういうふうに
マックスという意味は向こうにいっぱい、向こうにどうぞって言った瞬間だったら取れるでしょ、こう、こうなんかね。で腰だけ返すの。今は重心僕はこうもらってきたの、ここにね。それを腰だけ返すの。そうすると、あんまりよくない。こう来て向こうマックス、そしたら抜くの、こうで、こう、こうやって抜いて、この手ね、この手をこう腰返してこういう状態な。で、こう抜いて、こう。今こういうふうに優しくやってますけど、本当はこうじゃないんですよ。これは曲がってるとね、いかないの、本当はね。だから、こういったら、こっちから取るの、こっちから。こういうふうに。そしてこうやると、肘が効いて。こういうふうに、ロックされる。このまま行くと、このまま行くとこうなっちゃう。これ、すごい強い。筋肉のある人はこれダメ だからこうならないように、本当はこう来たら向こうへどうぞやってから内から取るの、内からこういうふうに内から取って、そしてこう出します、こういうふうに、そして肘が効いてくる、こういうふうにね。そうするとこうなって、貫抜き状態、あんまりやって壊さないようにね、そういう参考までに言ってるわけですから。で最初はさばきの方が大事だから、こうなってもいい、これでいいです。最初はこれで。最初は。でも慣れてきて相手が強くだんだんなってきたら、やった時に内から取るの、内から。そしてこう。こうね。そしてこういうふうに貫抜き状態。そして落とす。じゃあちょっとこれやってみましょう。どうぞ。この手やろうと思ってこうやってやっちゃうと、これ彼の筋肉の方が強いんですよ。筋肉がぐっと曲げてこられちゃうの。そうするとできなくなっちゃう。この曲げて、こっちの手、ほら、できないよね。この手引っ張るとだって曲がっちゃったらできないんだから。だから予定、なんていうのかな、ここで競っちゃいけない、こうやられちゃうから。だからさっき言ってたように、来たら予定を外して、彼はここを狙ってくるので、何やるか分かんないで来るの。だから予定を外して向こうへ出してるってこと、それが大事。そしてこの手を向こうで、筋肉がこう曲がってきたときにね、こういう位置でやったら僕は持ってかれちゃうの。だから彼の視覚でやってるってことで、こういうふうに出して、こういうふうに、そして腰を変えてこうやってるわけで、それじゃないと表でこういうふうにやってると、あ、ごめん、取りに行っちゃったら、この辺で取りに行っちゃったら僕はやられちゃったってこと、こう持ってかれちゃって。だから必ずこの時は彼の後ろにちゃんとこうに入って変換、こういう形、それで初めてやるって、そういうふうにやらないと。それがすごい大事だから、みんな手技に走ってこうやってやってやられちゃいますよ。これ引っ張り込まれて終わり、ここ当たって終わり。だからそういうことを考えないと、だから優先順位考えてね、今、まあ、形として練習してんだけど、その彼の今までやってきたのは、彼が取りに来ました、予定を外して向こうへやりましょうって、そういう話、これの一環としてやってるだけだから。これができなかったら、ここで始めちゃったらもうそれ終わりですから。ちゃんと彼の意識は向こう行ってます、自分はちゃんとしてます、姿勢もいいですって、そういうふうにやってほしいわけですよ。そのための練習だからね。で今こう抜きましたけど、これこう持ってますよね。じゃあこのままこう持ってて、うん、あ、じゃあ この手ね、この手がギュって、この手強い人で、こう抜けてきて、これ持ってるの、こっちの手外すって感じ。そうするとね、こう抜けてくるとこうなるよね。で、あれば小手返しなの。こうやってきて、向こう。この手ね、この手が持ったまま、こう変わってくれば小手返しできる。そういう話だから。まあ、いずれにしてもいろんな技やって、彼の正面立たないとか、何しろ四角、次の彼の一手が来る、想定できる位置で立ってるとやられちゃうの、必ず。だから優先順位は彼の次来ないですよっていう位置、それから自分がさばいてなんかやるっていう、そういう話だから、ね、それが一番大事。あの技ばっかりこうやって、いくら技の数を覚えたってさ、相手の正面だったら何の役にも立たないから、まあ役にってことです。じゃあこれ今度こうやって向こうやって、今はこう抜いてこっちから来ました。今度はこのままね、この手を持ってきて、こう、さばき同じですよね、全く。
もう一つだけやりましょう。向こう出して、この手、この手を出してきて、ね、そしてこう。じゃあこれやりましょう。どうぞ。ちゃんとさばいてれば、ほら入ってくるの、ここに、こういうふうに。それから落とすの。それ追っかけないように、なるべく追っかけない。手を、この手なんか取れないんだもん、こういう位置じゃ。転換してこういう位置になってるの、これ取れないですよね、これ今の位置。どうやって取るの？こうやって取るの？そしたら、こうやって取ったらいいよ。こういう普通の小手返し。今の逆の小手返しっていうか、は、初めて彼と僕の間にこういうふうになって、小手があって、初めて下から取れたの。それじゃなければ、ここの位置で取りたければ、普通はこうですよね。もしくは、まあね、今、上からやったのね、こうやって外して、だこうだよね。そしたら、こういう手だったら、一回持ち替えて、こういうふうに、普通の小手返しの形ですから。だからあんまり取りに手ばっかりいかないで。要は一番大事なのは、彼がここに攻めてきました。僕は、彼の予定を外して、この辺に来ました。で、あとはおまけですから。これで本当は終わりなの。護身術とかだと。バンってやって終わり。ね、足こうやって蹴って終わり。護身術のそういうコースだったら。でも合気道だから。合気道の形で収めなきゃいけないわけ。だから、こうやってやってるわけ。合気道の形だから。ね。合気道の形だから、今やったのはこうやって外、あ、なんだっけ。あ、今やったのはこうやって外して、ここを持つ。そういう、それだけの話だからね。その辺ちょっとよく理解して。手をかけないで。もう終わってるんですから。四角に入ったら終わりですから。ほいで終わりだからもう。全部終わり。何でもできちゃう。でも、合気道だから、みんなそういう形やってるだけ。じゃあやりましょう。どうぞ。今外に入ったのね。来て、あちらどうぞ。で、僕はここに入ったの。で、同じなんですけど、線外したら今度この手、この外の手もらうの。こういうふうに。と3挙取れますよね。もしくは1挙。この手。こっからやっちゃダメ。やったらこの手は外されてボカボカ、ボカボカで、ボコボコにやっちゃうからね。こう、やられてますよね、向こうで。これで終わり。この手外してボカ、足が来てボカ、終わり。線を外して、彼が来ました、線を外しました。それでこの手もらうの。こういうふうに。と、こうなって。サンキューね。みんなこうなりますよね。みんなこの手こう。もう終わりですから。そこを注意してね。さっきから言っておることですけど。何しろ来たら、向こう。それから、この手をこうもらってきて、こうとか。ここでやっちゃダメ。ここでやっちゃダメ。線を外して四角に入りました。それから振りかぶりました。回りました。そういう意識ね。じゃあそれでちょっとやりましょう。はい、どうぞ。取りに行くのは優先じゃないから、そこのとこだけちゃんとね。彼の意識、向こうへどうぞなの。で、何でもできるんだけど、たまたま手がここにあったの。だからこうやって回ってきて、こうやっちゃったの。ただそれだけだから。何しろ、触った瞬間、来た瞬間、これが一番大事。もう終わり、これで。あ、護身術だったら終わり。こう、終わりだよね、これで。合気道やる必要ない。護身術だったらね。でも合気道でうまくきれいにまとめて、お互いに、なんていうの、和合の精神でまとめましょうってから、そういう精神でやってるから、いなくなった後にこうまとめましょうってこうまとめただけだから。だからそこのところ間違えちゃいけない。大事なのはこの技のね、このこういうふうな技じゃないから。前提としてこう全然彼来ませんよってところでやってんの。で、今度このじゃあ下の手。この手じゃあどう取りましょうかって考えた時にさ、今度四方投げとかできるの。こういうふうに。この手、こうやって、四方投げ。と、コロックされて、四方投げでいい。こういう、四方投げね。向こうへどうぞ。ね。で、この手、四方投げするの。で、この手、向こうへどうぞの時に、こういうふうにやっといて、こうね。そして、こう回ってくるの。と、
ほら、手がここにロックされてるよね。で、こうやって落とすの。こう、これだけ。じゃあちょっとやってみましょうか。大丈夫ですよね。こう来たら、あちらへどうぞやるの。で、四方投げやるの。いつもの四方投げ。このまま行ったら、こういう四方投げ。こう、四方投げ。ね、こうたまたまこの手が2つあるから、こうやって、あちらへどうぞ行った後、どうしたら、この手持った方がいいかな。こういうふうに、持ってんの。どうでもいいから。そうするとこうなって、この手ぐーって引っ張ってくると、引っ張ってくるとこの手こういうふうにロックされちゃって、こうなっちゃう。それでボンって。じゃあちょっとやってみましょうか。どうぞ。あちらへどうぞやるんですよね。あちらへどうぞ。こういうあちらへどうぞ。普通のね。で、僕は四角、彼の四角にいるの。で、何やるかって言ったら四方投げやるの。この手をどうこう、この手をどうこうじゃなくて四方投げ。とくっついてる。この手四方投げやるの。近い方の手。こういうふうに。そうすると自然とこの手くっついてんの。くっついてんの。意図的に彼が離せば別普通の四方投げになっちゃうの。こう四方投げね、こう四方投げ。でもこうやってやって、こうやってやって、この手四方投げに入ると、彼はね、よりどころだからこの手。なるべくくっつけてたいの、こういうふうに。ほら、くっついてるの、これ。だからこうに入れば自然とくっついてるの、ここに。手が。何にもしなくても。わかりますか？僕は握らなくていいの。彼が持っててくれてるの。よりどころだからこの手が、僕の手をよりどころにして持ってるの。彼はいなくなりました。で、この手四方投げやられちゃうと、ほら、よりどころだから、これ、これ手離してもいいんですよ、彼ね、嫌だったら。でも手離すとやられちゃうから、しょうがなくてプロテクトのために持ってんの。で、行ったらさ、持ってんの、ほら、持ってるよね。姿勢悪いけど持ってんだよね。持ってるからこのままこういうふうにこう持ってるだけよ。ロックされてるだけよ。だあんまりこの反対の手にとらわれないで、普通の手を投げればいいの。持っててくれるから問題なし。そういうことで、もう少しやりましょう。はい、どうぞ。じゃないや、やったけど入り身投げ一挙。じゃあ入り身投げをちょっとやりましょう。こうやってやってね、このままぐーっとさっきみたいにくれば入り身投げこうできますよね。まず線を外すのが優先。線を外して、上からでもいい、上からでもいいね、上からでもいいし、線を外して下からでもいいです。どっちでもいい。何しろ線外すの優先。そうしたら、あ、線外していなくなりました。それからこう変わってきて入り身投げね、入り身投げやりましょう。線を外して下から入り身投げ。じゃあこの2つ。